活発な前線の影響で荒れた天気が続いています明日も奈良県では南部を中心に大雨への警戒が必要です全国に大雨をもたらした前線は依然本州付近に停滞していて奈良県でも大気が不安定な状態が続いています今月11日,目11日の降り始めからの降水量は十津川村の風谷で444.5ミリ 上北山村の都地で324.5ミリに達していて降り続く雨で地盤が緩んでいるところも多いと見られています現在、雨は小康状態になっているところが多いものの明日未明から昼にかけ県南部を中心に局地的に雷を伴った激しい雨が降る恐れがあります明日午後6時までの24時間の降水量はいずれも多いところで